とことんやり込むどうなおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー縛りプレイやっていきたいと思います。以前から言われてましたエンチャント禁止ですね。エンチャントしてはダメっていうやつでいきたいと思います。まあ、装備は自由に選べるのでまあまあそんなに難しくはないとは思う。いや難しいか。結構必須エンチャントみたいなの、まあ、必須はないか。でもこれがないときついっていうエンチャントはあるのでどうでしょうね。いけるかな。まあ、とりあえずいけるところまでは行きましょう。はいはいはい。あ、ちょっと待って、これ連射。おお、危ね。ちょっと待って、連射コントローラーがついてた。ごめんなさい。よし、OK。とりあえず倒せるやつから倒していく。 OK、 いい感じ。こいつが強いのよね。よし、で終わりかな。はいはいはい、おいで。まあ1回は余裕ですね。次ちょっと矢をたくさん使いすぎたけどもまあいいでしょう。回復のトーテム2回も敵多いんだよなこれ。今シーズンほんとに敵が多すぎて嫌になる。いいよね。回復のトーテムはね、ここ本当に必須。ないとだいぶ辛いわ。ガチャピン。いいね。あ、アイテムも結構出てきてくれて嬉しいよ。よし。嫌なやつら、嫌なやつらだわ。真ん中に来ない。敵の集まり方にもよるね、ここ。うん、早くクリアできるかどうかは。ワープして真ん中に来てくれれば相当早いんだけど。かわいい。まあ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 もちろんね影は取っていきますよ。うん、もう縛りプレイになると影必須でしょ。危ねえ。こっちも危ねえ。ああ冬雪ゾンビが嫌いなんですよ。よし、 OK。 回復ゴーデムがあれば飛ぶったとしても耐えれる。終わり。いやまだまだ長えなこれ。相当かかりそうな気がする。よし、3回クリア。ドラエンチャントで、ダメージ稼げないんでもうドラとかね、影の断片はもう必須級だ。うん、絶対のよしくらい。 OK ナイス。 OK。 あーエンチャント何にもないっていうのはな。おお、でも矢出るね今回。矢が結構出てきてくれる。うん、 OK、 耐えた。まあまあ耐えれますかな。回復2段構えだったら耐えれる。 OK。 まあまあまだね余裕ですよ。
おーいって弾出しすぎ。おしまいかこれで。終わり。一応持っていくけどエンチャントなし。まあまあ武器の性能だけでね今回は戦っていく感じですよ。よし、まあ、まだ強い敵もいないし大丈夫やね。はい、まだ出るね。よし、終わり。これでこいつか最後は。はい、5回クリア。次なしですね。まあまだ余裕。きつくなるのは20回超えてからぐらいか。いやでも大丈夫だな。意外とあれだよ。よしよし、あべ、初期装備で行くよりも楽かな多分。うん、いや初期装備の方が全然きついわ。うん、だってあれほぼエンチャ入ってないし、でそれで最初のまま行かなきゃいけないんで、うん、間違いなく初期装備の方がつらい。いや、これエンチャがいいからこっちなんだよね。となるとこっちだわ。うん、もともとの性能は俺あっちの方が上かなと思うんで、あっちでいきます。やっぱ危ない。あぶねえ。ちょっと雲ぶっと。よし、レイスの毒は受けなかったけども、エンチャンターのやつを思いっきり食らいましたね。よし、オッケー。まあまあまあ、あとは楽勝。あれ、なんか若干奥に1体見えたんだよね。そいつが行った。よし、終わり。2匹打ち漏らしてた。地雷でいきます。はい、結構流れ込む魂がいい感じだったので、それがないとなるとちょっと辛いかな。やば、思いっきり食らってる。回復がないからね、それ注意して。よし、まずちょっとジオマンサー倒したいな。よし、あれジオマンサー倒した？さっきのクリーパーの爆発で倒したか、なんかそんな気がする。オッケー。そうね、性能だったらスパイダーアーマーもいいよね。いいです、このままいきます。性能だったらあっちの方がいいかもしれないけども、まあいいでしょう。あぶねあぶね。待ってよ。あ、やべ。よし、OK。はい。勝て、やっぱり。終わり。流れ込む魂がないと結構きつい。うん。
あれ結構重要だったんだな。重要だよそりゃ。おお、唯一の回復忍者なんで、あれがないとなると、ちょっと待て待て、動かして、あっぶね、あ結構辛いかも。でも大丈夫だ。よし、まだあるよね、敵もまだまだいるよね。よし、こっちもつけてけ。ナイス。倒せ、終わり。でもまだ10回か、なげえな。で職人では防具を上げていきます。うん、まあ、反逆者ずっとだよ、間違いない。反逆者ずっとでいける。こいつ若干時間、いやかかんないかかんない、大丈夫だ。うん、できれば2ターンで倒したい。できれば2ターン。かわいい。いやいやいや、やっぱこっちかな。俺はこっち派だな。うん、ができるっていうところで俺はこっちの方がいいか。ここ派の人もいるみたいだけどね。で確実に下まで放浪して、 OK、 いけるか。あー、まあ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 、いいかな。次で確実に倒せます。終わり。はい、下に下ろして違いをしっかりと当てていくと、2回クリア。次でパワーシェイカーを取っていきます。あ、でもね、エンチャント入れないってなんか楽ではある。うん、何も考えていいからね。エンチャントの情報考えなくていいんで楽ではあるか。うん、スルッといける。よし、 OK。 ああ、よし、ソウルは全然溜まってるね。ボールは全然いい感じ。意外と使っていっても大丈夫。変えます。いくぞ。いいね。よし、本当はなんかエンチャント入れてるよね、両刃の。いいエッジャー入ってるような気がするんだけども。よし、OK。まだか。意外と長えな。まあ、そらそうか。今シーズン長いのよ。14おしまい。なし。エンチャーポイントが19溜まってる。結構ね、大丈夫だ。よし、まだなんか HP 高いやつ、あ、いないか。うん、あ、
ここみんなほとんど HP 低いわ。はいはい、よし、終わり、楽勝だね。20回ぐらいからちょっと難しいか。いりません。今のところでハープーン取っても意外とね良かったんだけど、まあ、なしでいきます。はいはいはい、貯めてパワーシェイカーでいこうかな。こっち側もう終わり？終わりか。ナイス。今ので5、6体一気に倒したでしょ。で、ここは敵の火力がものすげえ高いから要注意ね。海のやつはね、攻撃力高いよね。16回おしまい。で、いや、いいか。うん、行きましょう。いや、やめとこうやめとこう。うん、慣れないことはやめとこう。最初に押しに行ってやるってのもいいんだけども、まあいつものごとくやった方がいいか。よし、終わり。最初から押してた方がまあまあクリアは早いよね、数秒間でも。まあまあいいじゃないですか。押しに行こう。まず押しに行きます。行くぞー。あっあいつこんなとこまで来やがった。ついでに落ちてくれりゃいいの。危ねえ危ねえ危ねえ。いいさいいさ、オッケー。うん、いや一気に倒せていい感じじゃないですか。よし、はい、終わり。早かった。うん、結構早かったと思う。で、防具を上げます。もう今回はもう全部防具振りでね、大丈夫。で、エンチャントなしでもいけるよってところをね見せたいですね。エンチャントなしでも超余裕ですっていうところを。いきます。よし、オッケー。うん、余裕余裕です。取りに行こう。あぶね、食らうなよ。結構大ダメージだからねこれ、ギロシンは。まず開けろ。よし、おい全然いけるじゃん。意外ときついかなと思ったんだけど、いけるね。実際もうパワーはね全然足りてないよ。足りてないけども、あ、いけるじゃん。うんうんうん、最初からよし。もう鍵取りに行った方が早いな。そんなにきつくないし。はい、次そっ
ここでスケール取るっていうのもありだけども、まあまあ火力面ではこっちの方がいいよね。火力だけはよし。え、武器どこだったっけ。武器はもうちょっと先か、出るのは。武器もうちょい先っぽいな。うん、もう何回もやってるけど、どこで何が出るかっていうのをまだいまいち把握はしてない。あぶねあぶねあぶね、やべえ、あもうここで火力不足が出たか。え、これエンチャント何が入る本当は。あーなるほど、旋風だ。そうそうそう、旋風でダメージ、結構稼げるんだ。なるほどね。オッケー。まあこういう時のためのあれだわ、かけとる断片。うん、かけの断片はこういう時に使っていく。あぶねー。おい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 、バカ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 なの。あぶねー、バカバカなのか本当に。断片使ってすぐ攻撃をするな、焦りすぎてる。いりません、俺はあの武器は合わない。いやでもここきついな、ここ絶対きついぞ。よし、うん、ここ絶対きついな。うん、まあまあパワーシェイカーだな、パワーシェイカーがあれば全然いける。うんうんうん、やっぱパワーシェイカーよ、これさえあれば全然耐えれるね。一気に倒せるし、終わり。うん、そろそろエンチャントなしの影響が出てきた。22回ぐらいから。そりゃね、火力はだいぶ違いますもん。よし、おーおお、ここもちょっと最速でいく。違うか、あーそうか、ここはあれだ、重力があるから結構楽なんだ。よっしゃー、オッケー、おお、しよしよしよし、いけた。ではちょっと謎解きます。よし、おお、ここか、だい、でももう分かった。よし、こうやってで、こうしてで、こうで、こうだ。よし、いい感じじゃないですか。うん、やっぱ敵がね、一気に出てきた場所に関してはパワーシェイカーが間違いないわ。あれまだいる、終わり。はい、24回クリア。いりません。でここでしっかりと防具を上げていく。ここ防具開けなかったら結構つらいもんね。 OK、 何がついた。ああ、サプライズギフト、悪くない。うんうんうん、できれば2だったな、2だったら 100% なんだけど。ここもきついぞ。うん、でもいざとなったらもうあれがあるから。よし、
待てい待てい、あっぶね、おいって食らってるし、いいね、嫌なやつ、ほんと。じゃないっすか、うん、思いっきりパワーシェイカーの範囲内だった。よし、一応矢は取っていきます。うん、この矢のね数が多ければ多いほど俺は報酬がいいような気がするんだよね。うん、まあ、気がするだけかもしれないけど、なんかそんな気がする。 OK、うん、で、あ、そうか、えん、うん、まあまあまあ、そうね、エンチャントは良くないよ、エンチャントは良くないっていうか、もう性能だけで戦う感じだからね。ここつらいな、ここ、きつくない。 OK、 まあまあ弓でチクチクいけば全然いけるか。あぶね、ちょいちょい、オッケー、よし、うん、で、お前まだいるんかい。よし、ラビじゃきつ、 HP たっけ、あいつ、あれまだどこだ、もう全部倒した、あ端っこわからん。はい、27回クリアです。次なし、あー、そうか、武器性能、そうね、エンチャントないならそうね、性能で戦うんだから何の方がいいか。おいって、おかしいでしょ、いや、おかしい、おかしい、あいやー、きつい、ここきつい、ちょっと待てよ、ここきつい、よし、なんとか影のブリューを使ってダメージ与えていかないと、いや、ここはきついわ、うん、いや、エンチャントないで、うわ、つらいね、つらっ、あぶねえ、危ない危ない危ない、ちょっと待って、逃げろ逃げろ逃げろ、やべえやべえやべえ、あぶねえ、待ってくれ、こういう時にやめてくれ、あぶねえあぶねえ、待って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 、招待はしないでくださいね。あぶね、回復まで待つか、うん、よっしゃ、あぶね、おお、あぶね、あぶな、よし、28回クリアでーす。何もいらないね。いや、ここもきついって、ここもきついぞ、うん、ここの奥の方の敵の多さえぐいからね。ちょっと待って、こっち側から減らしていこう、うん、
側から減らしていきましょう。当たってるか。よし、じゃあちょっとずつでいい。うわい、危ねえ。ちょっと待て待て待て。よし、まだいるの？倒しきれてなかった。で、こっちね。できれば弓である程度倒していきたいよね。ある程度ね。いくぞ。やっぱ赤買って、よし、ナイス。でこっちね。あっぶねえ、あっぶねえ。ちょっと回復回復回復。危ない、いけた。29回クリアです。危ない。ちょっとあのボス邪魔されたくはないので、ちょっとあのあれだね、 Xbox のところをオフにしてきます。で最後の報酬は、あ、そうか、あ、そうか、乱射の方がいいかな。そうね、乱、わー、また来るか。はい、行きましょう。あー、そっか、落としたからソウルゼロだ、ソウルゼロだ。うわー、マジか。いやー、これきつい。いや、でもそうね、問題は雑魚なのよ。雑魚をまあパワーシェイカーで狙っていけば、ちょっと誘いすぎじゃない？パワーシーカーで狙えばいけるか。あ、オッケー、交互打ちすれば。待ってって、もう、おお、オッケー。押してザクが出てきたらパワーシーカーで沈めていけば、オッケー。よっしゃ、危ねえ。どうなるかと思ったけども、クリアしました。で、パーティー招待はしないようにお願いします。できるだけ、もうできるだけっていうか、もうしないようにしてください。パーティーに入ることはありませんので。はい、危なかった。もう安定の良くないやつですね。ということで、またやってきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。